間よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝今僕の姿を見つけて慌ててなんかスマホこれなんか、やりました。今日朝何時起きですか久々さん。今日はね5時ですよ。デイリー無人バスで、そんな説明取ってどうするんですかね。ボーディングトラックの順番に機内へとご案内いたします。密着があるって俺ごときの人間が密着映像とかやったって全く受けないし、でこの YouTube はレコード屋さんを訪問してどんなレコードがあるのかなとかどんな選手なのかなっていうのがメインだから気が休まないからやめてよ。の開店12時からだから、ね、今11時35分だまだお店開いてないんだけどちょっと特別にちょっと開けてもらうってい いう感じで入ってみます。客がガラガラってやっちゃっていいのかな。なんか明らかに気づくよね。いや、そうです。看板が本当に閉まってるんですけど、開店前なんで。開店前ですよ、はい。もしかして閉まってるような気配も、ああ、はい、あり、こう、シャッターがこうなってる。ああ、そうなんです。はい。でも、いろいろ考えるわけですよ。はい、もしかして、俺たち日にち間違えてたのかとか、伝えるの間違えたのか、いろいろありました。はい、始めました。始めました。はい、よろしくお願いします。はい、東京のレコード屋さんで働いてらっしゃる。レコファン。レコファン、はい。レコファンは小金井にありますね。ありますよ。あの、ドンキですよね。そうです。あ、そうそう。うわ、まさかそんな、そんな、ローカルな話がまさかここ大分で聞けるとは。私はだから、おととし、はい、2020年に、はい、こっちに戻ってきて、ええ、それまでずっと23年ぐらいレコファンで働いてたんで。うわー、じゃあもう、レコードのプロ中のプロ。じゃあどの、レコファンどの辺のお店に行ったり、もう、いろんなところ。ほぼ全部行きましたね。はい、ほぼ全部。一番長かったのは下北と、はい、渋谷ビームと、はいはいはい、あと横浜ですね。あ、はい、一番長かったですけど。はい、そうです。じゃあ、こう、もともとはこちら、あそうです。出身で。大分出身で、で、大学の進学であっちに行って、東京に行き、で卒業の段階でレコハンでバイトし始めて、はい、そこからずるずるずるっといった感じでした。バイト社員あそうですのコースで、はい、流れました。それでずっといらして、はい、で、またこちらに戻ってきた。そうですね、はい、ちょっと親の介護とかがありまして、はいはいはい、いつかはちょっと戻ろうと思ってたんですけど。それがどのぐらい前だったんですか、こちらを開いたのは。開いたのは、それこそ、そのまさに戻ってきた年の年末に開きましたね。12月に開いて、去年の12月、おととしの12月で、はい、1年半ぐらいですね。1年半ぐらい、はい、結構全国行かれてるんですけど、なんか YouTube 見ると、あ、見ていただきました。ちょっと見ました。ああ、はい、はい、そうですね、はい、まあ行ってると言ってもまだまだ半分弱、あ、半分も行ってないんでですけども、
まあ、東京中心に、はいはいはい、まあ、最新っていうか最近は三重奈良、ああ、なるほど、なるほど、はいはいはい、ですね。おで、ぜひぜひ九州、あ、なるほど、あ、そうですね、九州3日間ツアーを、ああ、いいですね。熊本とかも行かれるんですか。行きます。ああ、熊本もいい旅行で、パリで熊本ありますよね、はい。で、ここは初日の第1点なんですよ、はい、最初の店なんです。あ、そうですか、うちが。そう、本当ですか。それはちょっとあれですね。そうですよ。だって、本当に数時間前まで、そこの、あれ、自分の家で寝てた。起きてすぐ、おいしくぞって言って、起きた。そうなんですか。そうなんです、そうなんです。なんで、はい、ツアーとしては、このままずっと、下に降りていきながら。あ、なんと、鹿児島の方にも、じゃあ行きます。あ、サンライズとか、そうですね。あ、なかなか、あれ、はい、そうですね。やっぱり九州その辺全部ご存知、よくご存知、まあ、なんとなく全部じゃないですけど、はい、なんか主要な店は結構やっぱり行ったら お好きだから、そうですね、まあ地方に行ったらレコヤに行くみたいな感じは結構あるんですけど、はい、仲間入ってくださいね、本当に二十数年のプロが仲間入ってください。田中さんこれ安いですよ、ね、おしゃべりが できるんで、こういいっすね。そうなんですよ。レコード屋さんでベランダがあって話ができるってすごいですよ。なかなかないですよね。はい、ないですよ、はい。なかなかレコード屋は暗くていいなイメージがあるんで。はいはいはい。これがあるので結構変わるなって思って。全然イメージ違うじゃないですか。はい、開放的でね、なかなかいいかな。そうですか。はい、あ、どうぞ。はい、してください。はい、天気が良くて、ああ、そうですね。これだって行かせないじゃないですか。もしも雨降ったら。そうなんですよ。全然。一昨日めっちゃ雨降ってたんでね、ちょっと大丈夫かなと。いやいや、良かったです。良かったです。で、この感じって多分もう他ないな。全国回ってもこれはないです。多分あんまないと思いますね。多分ね。そうですか。これ常連さんとか、まあ常連じゃなくてもお客さん来て、そうですね。はい。ここでゆっくりくつろいで。イベントも。たまにやったりとか、はい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 、イベント、はいはい、なんか地霊の飲み屋が月一でカレーを出してるんで、はい、当ててもらってここでカレー出して、ここに一応ブース作って DJ でやったり、DJ やったり、ちょっと飲食もできて、あ、そうですね、はい、うわーすごいね、はいはい、で好きなレコードを選んだり、まあ本を選んだりしたとか、そうじゃん、まあ、全然そういうのがある。ですね、はい、予算を決めたいと思いますので、はい、ちょっとここでですねサイコロを振りたいと思います。これで今日何年か、あ、なるほど、はい、よろしくお願いします。割とねビビってるんですよ。でかい数字が出るんじゃないかと。数字が出るんで、はい、あ、望月さん1個振ります。いや本当ですか。たまにはこういうのもありだ、ね、あ、なるほど、はい、じゃあ、はい、せーの6、6000円、はい、6000円、はい、6000円、まあいいんじゃないですか、はい、全然いいです、はい、全然いいです、ありがとうございます。2、1とか来るとガクッとくる。今日はじゃあ6000円、はい、よろしくお願いします。税別税込み、税込みですね、税込み、税込み表記、わかりやすい、はい。
さんはあれあのやっぱり子供の時っていうか中学高校時とかももう音楽大好きよ。そうね、私はあの4つ目の 姉がいて、ね、姉がちょうど80年代とか聴き始めたやつ、はい、それでなんかそれ流れて小学生でヒットチャートみたいなやつ聴き始めて、そうだね、カルチャークラブジュランジュランみたいな。とか、MTV 世代ですね。世代ですよね、はい、で、お姉さんがそうで、それをもろ影響を受けて、影響を受けて、で、中学入って、それが加速して、で、一回メタルに流れて、はい、で、メタルすげえ聴いて、バン全開みたいな感じで。バン全開全勝ですね。全勝ですね、はい。で、高校入って、友達にビートルズを教えてもらって、はい、そこからビートルズ・ストーンズとか来始めて、はい、でちょうどブルーハーツが高校ぐらいか、はい、そこら辺で一気にブルーハーツとか日本のロックを聴いて、はい、大学入って、まあ、バンドを始めて、ここで、はい、大学入って大学のバンドサークルはね、なんかあのサザンロックとかやってるサークルだったんですよ、はい、でそこからなんかオールマンとか、はいはい、昔のロックを深掘りし始めて、はい、でエコファンに入って音楽の幅がわーって広がって、ちょうどその時のヒットヒットみたいな同時に聴くことになるんで、が今に至るような感じ。今はもうやっぱりレコードメインで、CD もまあありますよっていうのはちょっと情報として。はい、そうです。まあ前で働いてた店も CD も割とメインで扱ってたので、うんうん、でまあ CD しか聴かないというお客さんもいらっしゃるので、はい、まあ、そこは間口を広く取りたいので、はい、あの全然それでも OK っていう感じで、はい、CD もだから割と結構買い取りしてますし、はいはい、でシングルももちろんそうですね、はい、EP 版も今は結構若い人はみんなやっぱ最初に EP を欲しがるので、はいはい、あ、EP、若い人多いですか、はい、あ、そうですか。まずちょっとこう簡単なとこから入っていくというか、そうですね、はい、DJ の人も今多分割と EP のメインの人が多分多いんですよね。今7インチ DJ の人も多いので、はいはい、はい、DJ の方も多くいらっしゃるでしょう。そうですね、まあ、バンドマン DJ はまあまあいらっしゃいますね、はい、そしてこの辺りはあれですよね、はい、これオリジナルで、あ、そうですね、はい、T シャツを作りました、ね、すごいですね、はい、いいですよこれ、はい、僕好みのアメリカっぽい感じの、T シャツを作って、はい、ここはね、一応あの大分ってやってるインディーバンドたちのやつを委託で出してて、このメシアとニンジンってバンドは京都のバンドなんですけど、はいはいはい、ここメインで扱ってます。あそこにね、アトホールっていうライブハウスがあって、そこのライブハウスのバンドマンたちがよく来てくれるので、まあ何か出せば置きたいっていう感じがします。そういうことですね、はい、まあバンドマンにも優しいぞという。そうですね、はい、はい、そしたらこういうサインとかはありますけど、はい、ここに、あ、そうですね、これもあのバンドマンあるいは DJ とかなんか、あ、そうですね、これは一応なんか割と有名な人が来たらサインしてもらうみたいな、はい、ということですね。そうですね、はい、お店の名前の由来ですね、はい、お店の名前の由来はよく聞かれるでしょ。お店を開くときに名前をちょっと考えてて、うちの妻と思わなかったんですけど、あの温泉県のレコードだから、はい、もう温泉、お風呂のレコードっていうベッシングレコードでいいんじゃないって言われて、で、はいはい、いろんな友達に他の候補と合わせて聞いたらそれが一番いいって言われたんで言われて、それになりました。ラインナップを見せるコーナーがありましてですね、はい、辻さんがどこがいいかなとか、シングルでもいいし、そうですね、どこでもいいですし、最新そうですね、新入荷が一応あるんで、あ、新入荷、はい、新入荷は割とじゃあこうまだそうですね、はい、売れ残ってるわけじゃなくて、ね、きちっと入ったばっかり、はい、出たばっかり、もうこれパラパラですか、ちょっとこちらもバレですね、はい、オールジャンです。じゃあこれをいきたいと思います。さあ行きますよ、ベンシドラン、なんかいいのが、そう、吹きの塔ライブとか、これどこかあれですか、あら、あ、これすごいですね、あの一人の方じゃなくて、あ、そうですね、はい、みんないろんな方の、はいはい、一応毎日その、はい、この壁は一応毎日変えるようにしてて、はい、まあ、そこから落ちてきたやつと、はい、とか、まあ、随時突っ込んでるやつとかみたいな、はい、そうか、じゃあもうしょっちゅう変わりますよっていうのはお客さん嬉しいですよね。そうですね、はい、まずは入ったらここ見る人多いでしょう。そうですね、だからもうジャズからクラシックはないけどポップス、
サードワールド。うわ、ドカベンまで来たわ。ノラクロ大魔人。カメラだよ、これ。ちょっとガメラファンだからな。東方レコード。え、まあなるよ、これ。怪獣ファンの。怪獣好きでもあるからね、世代的に。ああ、そうね。12インチですよ、これ。これいいですよ。ね。これ絶対いいね。はい、ありがとうございます。